はい、どうも、ヒージです。ということで、今回は2020年ドラフトで指名した選手の紹介と現時点での起用法予想について喋っていきたいと思います。まず一言言わせてもらうとね、僕が動画で喋ったことをそのまんまのドラフト構想になっているんですよね。というのも、以前投稿したドラフト戦略動画で、僕のドラフト戦略の肝は即戦力ショートと高卒捕手を確実に獲得することだと話していて、しかも具体名として元山飛勇選手と内山壮真選手の名前を挙げてるんですよね。3位から4位で見事彼らを指名してくれて、僕はね、配信中自分が指名されたのかってくらい喜んでました。来たー、内山来たー、内山来た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 、ショート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 、来たー、来た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 、満点です、満点ドラフト。しかもドラフト戦略動画で並木秀隆選手も指名すると面白いとまで言ってるんで、マジで3位から5位までの選手がピンズドすぎて自分でもちょっと怖いぐらいです。ということで、ドラフト戦略をバッチリ当てた僕が各選手を解説していきます。まずはドラフト1位の木澤直史投手です。慶応義塾大学の選手をヤクルトがドラフト1位指名するのは2007年の加藤幹典投手以来で、久々の慶応ボーイの指名となりました。最速155キロのパワーピッチャーで、カットボール、スプリット、スライダーなどの切れ味も抜群と、前評判から堂々のドラフト1位候補でした。むしろ2回くじを外して木澤投手を指名できたのは非常にラッキーでしたね。木澤投手の最大の特徴は奪三振率の高さで、1年生から4年生の春までで通算奪三振率が 13.09 と、通算の数字としては異次元の数字を残しています。奪三振率は1イニングに1つ三振を奪えば 9.00 なので、木澤投手は大学時代1イニングに1つ以上の三振を奪っているということになりますね。これだけ見ると火の打ちどころのないピッチャーなんですが、1つ問題なのが予祝率の高さです。1年生から4年生春までの通算予祝率は 4.70 で、正直これはかなり高めの数字となっています。ヤクルトの高橋奎二投手もコントロールが良くないことで有名ですが、彼でも今シーズンの予祝率は 3.98 なので、この 4.70 という数字の高さがわかります。このことからあまりコントロールは良くなさそうですね。アマチュアとプロではストライクゾーンの広さが変わってくるなんてこともよく聞きますし、プロのストライクゾーンに対応できるかどうかは一つ課題となってきそうです。ただ2020年秋はドラフト当日時点で21イニング投げてフォアボールは6つ、予祝率は 2.57 と大幅に良化しているということは好材料です。ただ奪三振率が 8.57 とやや低めなのは少し気になるところではありますね。そして高校生の時に肩と肘を怪我していることも懸念材料になっています。まだ高校生だからということで手術には至らなかったようですが、古傷がプロに入ってからどう影響するかは心配なところです。ただ木澤投手は怪我を軽減した後、自分の投球動作を解析し、とても細かくフォームチェックをするようになったそうです。高校時代から慶応の勉強について言ったりと、すごく頭の良そうなエピソードがいくつか見られます。ヤクルトの外れ外れ1位からは山田哲人選手や清水昇投手といったいい選手が出てきていますし、顔もかっこよくてヤクルト顔とよく言われていますし、結果的に木澤投手を獲得できてよかったなというふうに思います。木澤投手の起用法については、先発リリーフどちらでもいけるということで迷いどころですね。先発ローテは1年通してヤクルトは微妙だったので、先発として活躍してくれても嬉しいんですが、個人的には最初から勝ちパターン入りを狙うのも面白いかなというふうに思います。今年は清水投手、石山投手で8回と9回は比較的盤石だったものの、7回の勝ちパターンを固定することができませんでした。マクガフ投手や梅野投手も通年で見るとなかなか安定感がなかったので、ここに木澤投手がハマってくれるとさらに盤石なリリーフ陣になりそうです。そもそもヤクルトの先発は5回で降りることが比較的多いので、僅差のリードを守るために6回からいいリリーフをつぎ込む必要性が他球団よりも高いということから、リリーフでも十分戦力アップにつながりそうです。その辺はキャンプやオープン戦で木澤投手の適性を見極めたり、他の先発候補との兼ね合いでまた変わってきそうなので、詳しくはまた春に動画を出したいと思います。続いてはドラフト2位で指名された東北福祉大学の山野太一投手です。東北福祉大学の太一というと、やはり石山太一投手を思い出すので、これは間違いなく活躍してくれますね。で、山野投手について紹介する前に、僕が想像する彼の指名意図を紹介します。入札の段階で早川投手、法政の鈴木投手と2回大卒左腕に入札していることから、今年は確実に大卒以上の左腕を獲得したいという意図が見えました。そこで次の14巡目で一番首脳陣の中で評価が高かった山野投手を指名したという流れだと思います。ということで、山野投手の紹介に移っていくわけなんですが、山野投手は最速149キロの3クォーター左腕で、持ち球はスライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップ、ワンシームですね。
スタート曰く、杉内俊也投手のように力感なく強い球を投げるそうです。山野投手のエピソードとして有名なのが、高校時代に甲子園でヤクルトの寺島投手と投げ合って8回完投負けを喫していること、大学時代70イニング連続無失点記録を作ったこと、そして大学通算22勝0敗で負けない男と呼ばれていることですね。大学では 186.2 イニング投げて通算予縮率が 3.91 と少し高めで、コントロールには不安が残りますが、奪三振率は 11.19 と、こちらも木澤投手と同じく三振が取れるピッチャーとなっています。大学時代は基本的に先発で、ヤクルトでも開幕ローテ入りの可能性もありますが、木澤投手や寺島投手が先発をやるかどうか、高橋奎二投手や新外国人投手の評価がどうかで、ひとまず中継ぎスタートということも考えられそうですね。本人は先発志望で石川投手を目標にしているそうですし、ひとまずは先発で見てみたい気もします。先発ローテに関してはまた別の動画で年内と開幕前にでも2つ出そうと思ってますんで、まあ、ぜひそちらの方も楽しみにしておいてください。続いてはドラフト3位で指名された内山壮真選手です。星稜高校のキャッチャーということで、奥川投手との星稜バッテリーが期待されますが、奥川投手の代には去年巨人に指名された山瀬選手がキャッチャーをやっていたので、内山選手は2年生までショートをやっていました。3年生からは中学時代から守っていたキャッチャーに戻っています。守備のセンスには定評があり、高校ではキャッチャーの経験は浅いものの、二塁送球タイムは 1.9 秒をコンスタントに記録するスローイングが一つの武器となっているそうです。プロ基準の二塁送球タイムは2秒ほどらしいので、すでにスローイングはプロレベルと言えますね。ドラフト前はショートかキャッチャーどちらでプロに挑戦するのかと言われていましたが、ヤクルトはキャッチャーとして評価をしているみたいなので、来年にでも2軍で星稜バッテリーが実現しそうですね。近年ヤクルトの高卒野手は毎年違うポジションでポテンシャルを発揮しています。2018年は村上選手がファースト、サードとして球界でもトッププロスペクトとなる活躍を見せ、2019年は浜田選手が外野としてクリーンナップを打ち、2020年は長岡選手、竹岡選手の長竹コンビが高い水準で二遊間を守っています。これまでの流れだと、2021年は高校生キャッチャーが2軍で試合に出続けるのかなと妄想していたんで、このタイミングで内山選手が入ってきてくれたのは本当に楽しみです。近年の高卒野手のように2軍でポテンシャルを発揮してくれることを楽しみにしています。続いてはドラフト4位で指名された東北福祉大学の本山飛雄選手です。正直前評判からして本山選手を4位で取れるとは思いませんでした。実はプロからの評価はそこまで高くなかったんではないかと心配していたんですが、ヤクルトのスカウトもこの順位で残ってるとは思わなかったと言っていたので、まあ、単に需要のミスマッチから運よくヤクルトが指名できたのかなというふうに思います。大学ナンバーワンショートという触れ込みで即戦力ショートがどうしても欲しかった僕としては、この本山選手が今年の会心の指名だったと思います。本山選手はまず肩の強さが武器になっています。ピッチャーとして146キロを記録しており、送球も安定していると情報が入ってきているので、スローイングには期待が持てますね。守備範囲が広くフィールディングにも定評があるそうなので、まずはショート守備で開幕1軍をアピールしてほしいなというふうに思います。そしてバッティングですが、東北のリーグとはいえ4年間の通算打率が3割5分3厘、そして通算出塁率が4割7分と選球眼がいいアベレージタイプとなっています。アマチュア時代から選球眼が悪い選手は基本的にプロでもフリースインガーになる傾向なので、選球眼がいいというのはまず一つ良い要素ですね。そして20年秋は42打席に立ってこちらの成績を残しており、なんと三振が一つしかありません。選球眼が良く三振も少ないとなると、バッティングをプロ仕様に仕上げれば十分プロの一軍の球にも適応できるんではないかなというふうに思います。続いてはドラフト5位で指名された獨協大学の並木秀隆選手です。陸上選手サニブラウンに勝った男と言われている日本ハムドラフト2位の磯畑選手よりも足が速いのではないかと言われていて、サニブラウンに勝った男に勝った男というちょっとわけのわかんない二つ名で有名ですね。最近はソフトバンクの周東選手、巨人の増田選手、ロッテの和田選手の名が代表されるように、ダイソーの切り札で終盤1点をもぎ取りに行くのがトレンドになっていますが、並木選手は盗塁技術をしっかりと磨けば少なくともその枠にはなれる逸材だと思います。バッティングは現時点ではそこまで評価が高くないみたいなので、まずは今年の序盤の渡辺選手のようなダイソー守備固め枠から開幕1軍を目指してほしいですね。ちなみに守備面での評価に関しては、持ち前の俊足で守備範囲は広いけど肩はそこまで強くないとの評判をよく聞きます。続いてはドラフト6位で指名された日本航空石川のカテカルコータ投手です。191センチ105キロの大型右腕なんですが、ヤクルトのスアレス投手が190センチ106キロなので、まあ、それぐらいだと思っていただけると分かりやすいと思います。逆にまだ高卒で体がそこまでできていないはずなのにそこまで大きいというのはかなり魅力的ですね。
この体で最速は148キロらしいので、まだまだ伸びしろを感じる投手です。ここまで大きい日本人投手は近年のヤクルトにはなかなかいないタイプなので、どう成長していくかが本当に楽しみですね。去年のドラフト3位杉山投手や今年の1位の木澤投手といい、ヤクルトにいないタイプをどんどん指名していってるので、数年後には今と全く違う投手陣が出来上がっていそうです。続いては育成ドラフトの選手たちを紹介していきます。育成選手たちは正直そこまで情報がないので、簡単に説明だけしていきます。まずは育成ドラフト1位で指名された県大高崎高校の下慎之介投手です。去年の秋に行われた明治神宮大会で準優勝に導いたことから、神宮球場にも縁のある投手となっていますね。もともとは上位候補だったそうなんですが、夏の大会で評価を落としてこの順位に落ち着いたみたいです。ゲットスポーツで古田敦也さんと対談をしており、スライダーはすでに一級品だと評価を受けていました。球速は140キロ台前半ぐらいなのと、そこまでコントロールが良くないことがマイナスポイントですが、これからプロでしっかり体を作って、まずは支配下登録を目指してほしいなと思います。続いては、育成ドラフト2位で指名された、信濃グランセローズの赤羽義弘選手です。BC リーグ出身ながら高卒2年目で浜田選手と同い年となっていますね。おそらくですが、先日行われたヤクルト2軍と BC リーグ選抜の試合で奥川投手からツーベースを打ったのも指名のきっかけになったと思われます。メインポジションはサードで、どちらかというと長距離砲タイプと言われており、育成ながら非常に楽しみな選手ですね。ヤクルトは右打ちの内野手が不足気味なので、サードとファーストが守れてしっかり打てると判断されれば、支配下登録も見えてくるんじゃないかなと思います。続いては育成ドラフト3位で指名された信濃グランセローズの松井翔選手です。強肩が武器の左打ち捕手という触れ込みとなっていますね。松井選手は25歳と年齢がやや高めなので、キャンプから即アピールして早打ちの支配下登録を目指してほしいなと思います。最後は育成ドラフト4位で指名された西日本工業大学の丸山翔太投手です。191センチの長身右腕なものの、体重は71キロとやや細身で、体格的にも伸びしろを感じる投手となっていますね。長身投手はここ数年ヤクルトが指名するタイプではなかったんですが、ドラフト6位のカテカル投手といい、今年は2人も長身投手を取ってるんで、高津監督になってからその辺の方針転換があったのかなという予想をしています。ということで以上が指名選手紹介となります。僕としては補強ポイントとして挙げていたところを完璧に補強してくれて、本当にいいドラフトになったと思います。今回指名した選手が来年以降活躍していることに期待しましょう。ということで今回の動画は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録、そして概要欄から Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。そして毎日10時半から試合後雑談配信を行ってますので、そちらの方もぜひ来てください。では。